と欲しいのは、あの相手の膝を床につけることがをまずやってほしいんだね。あ、できるんですか？これができないんですよ、でも多分。だから、うん、こっちでちゃんとつけてるでしょ。これでもね、これはね、初心者さんね、つかないんですよ。手のだから、あの、ありがとう。その自分の手が床につくには、肩が俺の手の長さが L だとしたら、はいはいあれ、コード L に来ないと絶対手は床につかない。ここでこうやってもね、あの膝は床につかない、わかるよ。必ず肩がこの高さ床に来ないと手は床につかない。でも、普通の当たり前だよ。でも、それをしないんだよ。なんか、こうやって、なんか、足が死なないんですけど、死ぬわけないじゃん、みたいな。だから、まあ、足をつかす方法としては2つ。あの、今、こっちか。こっちだよ。自分が、あ、こっちは。自分が、左に行く場合に、あ、これ、左に行く場合に、近く、自分の方に寄ってることもできる。で、今、見てもらいたいのは、俺はね、相手を転がしてる。I make him flow。 あの、でも初心者は多分なんか分かんない。相手上に行っててもいいけど、とにかく足はこう行ってほしいんだよ。いや、ありえないから、そんなこと。あの、ロールさせる。Make him flow。 なんだこれ、Whip andロー、これをうわー、なんか何したいんだか分からない。分かる？無理？